大晦日警察に届いた匿名の密告状。それは超一流ホテルのカウントダウンパーティーに殺人犯が現れるというもの。あいつだ。あいつ？あいつはやめ。よく似合いますねなんて言ったらぶっ飛ばすからな。人を見抜く天才刑事新田康介、いささか真面目すぎるホテルマン山岸直美。またですか。それはこちらのセリフです。参加者は約500名、全員が仮装するというのが約束事になっています。全員を容疑者だと思え。仮装のまま動かれたら犯人特定できません。ありがとうございます。まだホテルをご理解なさっていないようです。凶悪な殺人犯なんです。密告者の目的は何なのか。あのホテルは一体どうなってるの。まさに仮面舞踏会だ。客の幸せな時間を一番に考えるのが仕事だろ。この8時間が勝負だ。犯人は今日このホテルで人を殺すかもしれません。新田さんはあなたを守りたかったんです。犯人も密告者も必ず捕まえろ。新田さんはここにいる人たちを守ろうとしているんです。私もお客様を守りたいんです。今回の事件は謎だらけです。犯人はこのパーティーの中に必ずいます。マスカレードナイト。要件は必ず部屋の前で伝えてください。分かってますって。絶対部屋に入ったりしませんから。失礼します。ちょっとよろしいでしょうか。